インペリテリはアメリカのヘビメタルバンド。1987年にギタリストのクリス・インペリテリによって結成された。1987年、クリス・インペリテリがロブロックと共に結成し EP ・インペリテリを発表。しかしバンドの名を世間に知らしめたのは、翌1988年にグラハム・ボネットを迎えて発表したスタンドインラインであった。 その後はロブをボーカルとして順調に活動を続けていたが2002年には再びグラハムをボーカルに迎えたシステム X を発表し話題となった2003年以降は従来の音楽性がアメリカで支持を得られないことなどを理由にロブと田元は勝ち若手ボーカリストのカーティス・スケルトンを起用してよりヘビな音楽性を模索している 2008年結局カー,ーティス・スケルトンが脱退し、かねてからウェブ上にて、サプライズニュースがあると告知していた、リードシンガーの関田が、ロブロック復帰という、サプライズというより、自然な形となった。イングベイ・マルムスティーンのクローンと、揶揄されるほど、技巧的なクリスのギタープレート、グラハムやロブによる、力強いハイトーンボーカル、クイーンを彷彿とさせるようなコーラスハーモニーを、 中心とするネオクラシカルメタルで有名である。しかし実際は、クリスの奏法は、イングベイとはかなり異なり、エコノミーピッキングを極力避けた、フルオルタネートピッキングが特徴である。特に複雑な多弦アルペジオでも肘の関節を正確、かつ大きく使いオルタネートピッキングにパワーを付加している点は、他のギタリストにはあまり見られない。それゆえ肘にばかり目が行くが、実は、 ピッキング時の親指の曲げ具合の変化など細かな点まで気を使っている。1992年のクリーンベアイットでは、あえて早弾きを抑え、ポップな楽曲やファンクロック要素を取り入れたりと、普遍的なアメリカンハードロック的な路線に転向。前作を超える強力なネオクラシカルメタルを求めていたファンから失望の声が上がり、それ以降90年代は、 従来のネオクラシカルメタルに徹することとなったから音楽性、テクニックの多くを封印している。当然アメリカでは苦戦を強いられヨーロッパと日本を主なマーケットとせざるを得なかった。1993年の EP ビクティム・オブ・システムから翌年1994年のアンサー・トゥ・マスター、1996年のスクリーミング・シンフォニー、1997年の アイオブザ・ハリケーンまでは純粋なネオクラシカルメタルに徹していたが2000年のクランチで部分的にヘビロック的な方向性を模索したグラハムが一時的に復帰したシステム X を挟みアメリカでメタルコアを中心としたメタルのブームが起こってきたことからボーカルをカー,ーティス・スケルトンに変えてメタルコア的な要素も持つペダルとザ・メタルを2004年に発表 インタビューではインフレームスの音楽性に感銘を受けたとも語っていた。その後の2009年、9年ぶりにロブが復帰。ネオクラシカルメタルにメタルコアを接置させた方向性になったウィキッドメイデンを発表。傍ら2011年にはアニメタル USA に参加。2014年まで活動。2015年にはさらにネオクラシカル的方向性を強調した。 ベノムを発表。2018年には、メタルコア要素がほぼなくなり、ネオクラシカルメタルに完全復帰した、ザネイチャー・オブ・ビーストを発表した。A.B. インペリタリー・レビューズ・ミュージック・ニュース・スプトニク・ムーシク2015年3月21日、閲覧。ありがとうございます。